This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は5月6日金曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイは今年、日本から東部経済回廊への投資目標額を250億バーツに設定しています。バーツ安が広範囲に影響を及ぼす可能性があるとして懸念されています。EIS とクルンタイ銀行が買い物額半額支援キャンペーンを継続することを検討しています。当局は仕事をしていない人の自殺率の上昇に警告しています。それではまず初めのニュースです。タイは今年、日本から東部経済回廊への投資目標額を250億バーツに設定しています。東部経済回廊事務所は今年、日本から東部経済回廊への投資を少なくとも250億バーツとする目標を設定しました。ペット副事務局長は今週、日本の岸田総理大臣がタイを公式訪問したことを受け、この発表を行いました。電気自動車、スマートエレクトロニクス、半導体、医療技術革新、デジタル技術、スマート農業、バイオ循環型グリーン産業などの分野で東部経済回廊への投資をさらに呼び込む方針です。ペット副事務局長は、東部経済回廊は一貫して日本にとって重要な生産地域であることから、250億バーツ相当の投資を呼び込むという目標は達成できると確信しています。副事務局長は、タイが日本に望んでいるのは特に電気自動車と電気自動車用バッテリーへの投資であると指摘しました。日本の企業家は、東部革新経済回廊と東部デジタル経済回廊のインフラ整備に貢献することができると述べています。注目すべきは、2018年から2021年にかけての日本の投資のほとんどが東部経済回廊への投資でした。2021年だけで194億バーツに上り、このうち 64% が自動車産業、 10% がバイオテクノロジー、 8% が石油化学分野への投資でした。次のニュースです。バーツ安が広範囲に影響を及ぼす可能性があるとして懸念されています。タイ中央銀行は、バーツ安が製造業、商品価格、インフレに影響を与える可能性があると指摘しています。タイ中央銀行経済政策部のサカポップシニアディレクターは、3月から4月にバーツが大幅に下落し、2022年以来 2.5% 値下がりしたと述べました。シニアディレクターによりますと、ウクライナ紛争、中国経済の低迷、アメリカ中央銀行の基準金利の調整予測など、世界的な要因が主となっています。
国内要因が少ないにもかかわらず、バーツの下落は地域通貨の動向と一致しているとみています。タカポップシニアディレクターは、バーツが大きく変動したり、タイ経済のファンダメンタルズと矛盾する動きをした場合、タイ中央銀行はバーツを安定させるために介入するとも述べています。このような介入は円滑な事業運営を確保し、国の経済回復を促進することを目的としていると説明しました。また、為替レートの変動に関連する問題から守るための予防策を講じるよう各企業に勧告しました。タカポップシニアディレクターは、3月の国内経済は政府の公共支出や企業投資が減少し、低迷していると指摘しました。民間消費指数は2月より 0.9% 低下し、民間投資は 0.4%、鉱工業生産指数は 0.9% それぞれ下がりました。同様に、商品、エネルギー価格の上昇を背景に、政府の支出や投資も減少しました。一方、輸出は前年同月比で 18.9% 増、海外旅行者の数は21万人増となりました。次のニュースです。AIS とクルンタイ銀行が買い物額半額支援キャンペーンを継続することを検討しています。通信大手会社のアドバンストインフォサービス AIS とクルンタイ銀行は、政府の人気キャンペーンの買い物額半額支援キャンペーン 50-50 コーペイに新しい息吹を吹き込むために協力すると発表しました。この新しい取り組みは現在進行中の新型コロナパンデミックやロシアとウクライナの武力紛争に起因する景気後退の影響を受けている中小企業を支援することを目的としています。第4弾のキャンペーンは先週土曜日に終了しましたが、政府はまだ第5弾をいつ開始するか発表していません。AIS のマーケティング担当執行副社長ソムチャイ氏によりますと、この買い物額半額支援キャンペーンでは、顧客が AIS のポイントを通貨として使い、40万店舗以上の店で使用することができるものです。買い物額半額支援キャンペーンは、クルンタイ銀行の監督下にある政府の電子決済システム、トゥンガンを利用しています。AIS によりますと、このキャンペーンはすでに実施されており、次のフェーズでは参加者の範囲を100万人にまで拡大するとみています。また、ソムチャイ氏はこの動きにより、実質的に AIS とクルンタイ銀行の間にエコシステムが構築され、両者間の取引が簡素化されることにつながると述べています。AIS のポイントやキャンペーンの詳細については、ホットライン1149にお問い合わせください。次のニュースです。当局は仕事をしていない人の自殺率の上昇に警告しています。保健省精神衛生局は、現役世代と退職者の自殺率が上昇していることに警告を発しました。精神衛生局は、国立自殺予防センターのデータを引用し、タイでは毎年約5万3000人の自殺未遂があり、そのうち4000人が亡くなっていると発表しました。アンポン局長は、タイにおける不自然な死亡の主な原因として、自殺は事故に次ぐものとなっていることを明らかにしています。自殺の主な原因として、ストレスやうつ病が挙げられています。3月の調査結果によりますと、仕事を始めたばかりのキャリアが浅い人が自殺する確率は、他の成人の4倍に上っています。大学から職場への移行期には、多くの人が経済的なプレッシャーに直面し、特にステータス重視の物質主義的な社会では、そのような状況に置かれることが多くあります。この危険なグループは過去4年間着実に増加しています。アンポン局長は、家族や友人からの愛情とサポートが自殺願望を思いとどまらせるのに役立つと主張しています。新型コロナとそれを封じ込めるための規制が世界中で精神衛生上の危機を招き、自殺者が増加するのではないかと長い間懸念されてきました。病気や潜在的な死への恐怖とともに、隔離、孤独、社会的支援ネットワークの喪失、失
失業、経済的不安などロックダウンのいくつかの影響が精神衛生に有害であると専門家は指摘しています。世界保健機関のデータによりますと、世界では毎年80万人近くが自殺で命を落としています。また一人の死に対し約20人以上の人が自殺を試みるなど影響が出ています。しかし実際はもっと多くの人が影響されているのではないかとして、この統計は非常に過小評価されていると指摘しています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タイは今年日本から東部経済回廊への投資目標額を250億バーツに設定しています。バーツ安が広範囲に影響を及ぼす可能性があるとして懸念されています。 AIS とクルンタイ銀行が買い物額半額支援キャンペーンを継続することを検討しています。当局は仕事をしていない人の自殺率の上昇に警告しています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.